おい先生。なんだ。なんで並んでんだよてめえは。え、違うの。選手が並ぶんだよ。何がおかしいんだよ。いやとにかく先生。これより二子玉川学園高校対洋賀第一高校の練習試合を始めます。互いに礼します。あのピッチャーアニヤじゃね。松坂中いたじゃん、すげえやつ。ほんとだ、あのロン毛。そうだよ。あれ、あいつ確か中学の時外野じゃなかった。苦肉の策や。他に経験者おらんねやからしゃあないやろ。こんなクズどもの相手なんて早終わらすぞ。さっさと行ってもったれ。はい、はい、おい何かね。人の後ろ立ってんじゃねえよ。気になんだろ。何、若な審判が後ろに立つの当たり前だ。ルールも知らない奴らなの。適当に流してとっとと帰ろうぜ。そうだな。クズ人間どもが貴様らに野球ができるかっちゅうねん。プレイボール。あすよりあの1年 B 組をたた担任することになりました。川藤浩一です。受け持ちは現代国語です。あのまだ未熟者ではありますが、あの皆さんと年齢が近い分より分かり合えるのではないかと思っています。あの受け持ちは現代国語です。これさっき言ったな。川藤受け持ちは、もうとにかくよろしくお願いしてください。疲れが目立つ。少し休め。アニヤに代わり今岡。一通り全員に投げてもらう。まずは今岡からだ。五十音順。こら草野球いかやで。てめえ勝つ気あんのか。当然だ。だからお前を温存する。最後はお前に託す。よーし、いけるぞ今岡。いけるか。じ、あいつ相当投げ込んでやがんな。しゃあ勝つか。しゃあ警察に訴えても構いまへんのやで。あの教師連れてきて土下座さすなりやめさすなりしとくなはれ。わかりました。え、辞職という形で責任を取らせていただきましょう。校長。ちょっと待て。にゃ、なんだ盗み聞きか。うるせえ、なんでカートの首切んだよ。やめろアニャ。もともと日課って俺たちだろうが。アニャ、カート関係ねえだろ。アニャ、やっとまともに動き出したのに。今が大事なとこなんだよ。あいつがいなくなると困るんだよ。伝統守りて、もう一回甲子園行きてんだよ。